結局はですよ、あのマーケット資産から事業を作ってちゃいけないです。コーヒーで大事なのって体験を与えてますかっていうことなんですよ。いくら安くしても人っていうのはいらないものは無料でもいらないんですよ。配送の仕事で成功するには何か教えてください。EC の配送の仕事とか関係なしに、この世の中って短期決戦世の中なんですよ。だから何が言いたいかっていうと、いつかやろうかなとか、あとなんかダラダラ生きてちゃダメなんですよ。ダラダラお金を貯めてちゃいけないんですよ。お金だけじゃなくて目標を追ってちゃいけないんですよ。でこの世の中って資本主義っていう通り、コツコツ主義とかあの貯蓄主義とかじゃないですよ。資本主義なんですよ。資本主義の何がいいかって、資本を持ってるやつが絶対的に勝つんですよ。これね、何回も言ってるんだけども、例えばですよ、皆さんと俺が用意ドンって言って同じサービスを始めたとすると、皆さんが一生懸命毎日寝ないでずっと頑張って作ったサービスっていうのを、俺はもうできてるところを変えるんですよ。だから Facebook とかそうじゃないですか。資本をまず貯めるっていうのを一番最初にやらないといけなくて、じゃあ資本貯めるのどうすればいいかって、それは年収300万とか400万とかさ、それでずっと働いたらそんなたまらないんですよ。お金っていうのは短期決戦で毎回貯めていかないといけないんですよ。短期決戦で貯めていくかって、じゃあ例えば佐川とかさ、あとはもうキャバクラとかでも僕はいいと思ってるんですよね。だって女性だって頭いいと思うんですよ。あの若いうちにそれを武器にしてキャバクラをやるっていうのも。だからそこでがっつりとお金を貯めて、で実際に自分でやりたいエステとか開いてるあの YouTuber の方とかいますよね。そういう風に資本を貯めて何か大きいことをする。だその資本を貯める間に、もう最初の1年とか2年はもう、これ言うとね、こういうこと言うとなんかね、古臭い考え方だとかね、思うと思うんですけども、ただ本当に1年2年ぐらい毎日毎日死ぬぐらいやっても3時間睡眠でも死なないから、特に20代30代の方なんで、もし何かやりたいっていうのであれば、まずは1年2年ぐらいは死ぬ気でやってみる。死なねえから、本当にここに証明してるから。そうすると資本ができるんですよ。資本ができたらそれで戦うと絶対的に勝つんですよね。だって例えばですよ、今のコロナ禍であの飲食店とかどんどん空いてるじゃないですか。空いてる中で、じゃあうちもね今探してるんですよ、いろんな飲食だったり店舗だったりを。でも大体資本が持ってるところはいいとこ取っちゃうんですよ。でいいとこ取るとそこでまた資本が生まれてくるんですよ。そういうふうなお金の使い方をやらないとダメなんですよね。はい。マーケット資産はどうやって出していますか。これね、マーケット資産ってね、みんな言うんですよ。分かったやつがね、なんか市場規模は何人ですとかね、そんなことどうでもいいんですよ。結局はですよ、マーケット資産から事業を作っていっちゃいけないんですよ。皆さんがお店をやるっていう時に、ここら辺の、市場はいくらだろうとかね、そういうなんか意味の分かんない計算をしていくんじゃなくて、まずは一人を見つけるんですよ。一人を、ビジネスって2-1ビジネスなんですよ。結局2マスビジネス、マスを見ちゃいけないんですよ。だからデータを集めようとしちゃいけないんですよ。データを集めれば集めるほど大手の方が強いんですよ。意味わかります？だって大手なんてあんだけデータがあるから、データを一生懸命集めてなんか事業やろうっていう時ほど大手にどんどん近づいていって、ユニークさのないサービスとかお店になっていって、でそこで大手に負けると、資本でねっていうような流れがほとんどなんですけど、市場規模を皆さんが見つけるときは、まずは一人に注目するんですよ。例えばこれはうちのクラスでやったと思うんだけども、結局ですよ、皆さんが、こんなお母さんが困ってます。そのお母さんは、保育園でもう朝子供を送りに行って、で自分はパートに出て、で5時には保育園にまた戻んないといけなくて、でその後、スーパーに行ってっていうのがすごい大変なんですと、ね、そういうお母さんって、大体、この地域にこんぐらいいると思うんですよ。でそのお母さんに、デプス調査をしたところ、こういうような宅配の料理の宅配サービスだったら、例えばですよ、使うっていうのが、何十人に聞いて、いくら何パーセント答えたんですよ。であればかけるそれなんですよね、っていうのが市場規模が出来上がってるんですよ。なんか意味わかんなく、事業を大きいところからちっちゃいところを見ようとするんだけども、ちっちゃい一人から大きいところを見るっていう、その考え方っていうのがめちゃめちゃ大事なんですよね。セブンイレブンのコーヒー式でセルフコーヒー販売しようとします。中の豆は地方で有名な、なんですね。コーヒーなんて、うちもカフェやってますけども、コーヒーなんて
まあ、うちのカメラって結構800何十円で、めちゃめちゃ出てるので、何倍でだったっけな、まあ、結構儲かってはいるんですけど、ただね、あれもね、やりようなんですよね。カフェっていうのは別にコーヒーが売りではなく、コーヒーが美味しいとか美味しくないって、皆さんがお米が美味しい美味しくないって分かると思うんですよ。でもそこまでこだわってる人っていないじゃないですか。意味分かります？であれば、コーヒーのこの豆がめちゃめちゃいいんですってこだわってるのって、めちゃめちゃ本当にちっちゃいマスなんですよ。めっちゃちっちゃいマスなんですよね。で、コーヒーで大事なのっていうのは、体験を与えてますかっていうことなんですよ。コーヒーっていうかカフェの運営でですね。で、まずビジネスを作る上での基本的なことですよ。僕の友人でね、カフェを新宿に開いた人がいるんですよ。で、1杯300円、だからスタバが500円だから300円にしても全く売れなかったんですよ。で、その人が山梨県の、まあ、富士山の、もう売れないからって全部引き返して、実家に戻って、で、実家のその軽をちょっと改装して、よくあるじゃないですか、トラックで売るみたいな軽自動車でね。で、それを山梨県の方でやったんですよ。そしたら1杯600円でも700円でもバンバン売れるんですよ。だ、結局は売る場所っていうのを一番に考えるっていうのが重要なんですよね。一番何かお店を始める上でとか、何かをやる上で一番大事なのって、例えば飲食店をやる上で大事なのって、別にマーケティング手法でも別に料理の味でも接客でもないんですよね。一番大事なのって結局そこに腹をすかしたやつがいるかいないかなんですよ。であれば、そこに新宿っていうのはもういすぎるんですよ、コーヒーの提供者が。であれば、普通に山梨県の富士山の登る何合目か知らないですけど、そこのところで駐車場で売るだけですよ。それ1日600円で何百杯でも売れるんですよね。そういう場所を見つけるっていうのが一番まずは大事だと思いますね。一番大事です。はい、飲食店で口コミで判断される、まあ口コミを上げるっていうのはめちゃめちゃ簡単だと思うんですよね。口コミというかね、経営で大事なのってさっき場所って言いましたよね。もう場所ももちろんそうなんですけども、じゃあ場所が良かったとしましょうっつったって、やっぱいろんな要素があって、接客が良くないといけないとか、いろいろあるんですけども、ね、ほんと一つ一つのことがマジで大事なんですよ。なんていうのかな。例えばですよ、値段を、安くして人が来るとは思わない方がいい時代なんですよね。値段を安くしてね、いくら安くしても人っていうのは、いらないものは無料でもいらないんですよ。で、いるものはいくら高くても買うんですよ。で、その飲食店に食べに来てるのって本当に飯を食べに来てるだけなのかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。皆さんは飯を食べたければ普通に松屋に行くし、普通に例えば皆さんが女子会を開くとしましょうと、どういう要素を気にして飲食店を選ぶかって、もちろん、店内の雰囲気だったりとか、知り合いがやってるお店なのかとか、いろんな要素があるわけですよ。だから正直料理の味っていうのは実はそこまで関係ないんですよね。で、これって実際に高級イタリアン料理でよくお弁当に入ってるミートボールってあるじゃないですか。あのミートボールを出したらどうやるかって、あのミートボールの会社がやったんですよね。で、それがなんか後々テレビでもなんかやられたんですけど、その会社がミートボールが美味しいですかって、高級イタリアンのお店であのミートボール出したんですよ。俺らのお弁当に入ってるミートボールね、多分1個何十円とかですね。そしたらめちゃめちゃ美味しいですってほとんどの人が答えるんですよね。だから結局は味ってみんな分かってないんですよ。もちろん美味しいかもしれないけどね。で、一番大事なのっていうのは人の雰囲気であったりとか、あとは店内の内装であったりとかも大事ですし、そういうところなんですよね。で、例えばなんですけども、例えば生ビール普通って一般500円じゃないですか。それを300円で売りますというところって、200円他よりも安いじゃないですか。200円値下げしたんですよ。でもみんなこれ値下げするっていうのは、これって別に値下げしてお客さんが来るっていうために値下げをしてるんであれば広告費なんですよね。だから200円の広告費を使ってるんですよ。500円の生ビールを300円にしたってことは200円の広告費を使ってるんですよね。そしたらこの200円の広告費ってもっと有意義な使い方ってないじゃない、ないですかねと。だからマーケティングってのは全て投資なんですよ。この200円を値下げに使うのか、それとも CRM でお客様との関係性を構築する何かに使うのか、
例えば僕が体験したお店ではそこでアロマを配ってるんですよね。でアロマでレジで、帰る時にそのアロマをくれるんですよ。なんかお仕事でお疲れですよねとか、これ匂い嗅ぐとストレス解消されますよとか、その女の子が言ってくれるんですよね、レジの時に。そうすると必ずそれってなんかポッキーに入ったりとか思い出すじゃないですか。そこに200円を使った方が 生ビールを500円を300円をにするか、それとも500円のままで売って最後に200円で、そういう関係性を構築していくかっていうと、どっちの方がいいかって言ったら絶対に後者の方が関係性が作れるんですよね。でその料理以外のところでの強みっていうのをしっかりやってるお店っていうのが今のコロナでも生き残ってるわけなんですよ。そういうのができるかできないかっていうのがめちゃめちゃ重要だと思いますよ。タイヤさんにとって価値は、俺にとっての価値は体験ですね。体験しかないですよマジで。どうやったらお客さんを楽しませられるか。だからね、みんなね、本当にちゃんと儲かってるお店には儲かってるだけの何かしらの仕組みがあるんですよ。これ 100% なんです。例えばですよ、ドンキホーテってありますよね。ドンキホーテ、あのドンキホーテですよ。あれって今アマゾンがね、あんだけ EC で物がどこでも買える時代になんでずっと生き残れてるかっていうと、もちろんドンキの店内のワクワク感であったりとかっていうのももちろんそうなんですよ。ただじゃあもっと深く Y を考えて、なんでこのワクワク感が作れるんだろう、なんでだろう、なんでだろうって本当に細かく自分で見てみるんですよ、聞いてみるんですよ、調べてみるんですよ。そうしてくるとビジネスってすごく面白くて、結構ドンキホーテのメンバーって例えば仕組みがあるんですよ。普通スタッフドンキで働いてるとしたら皆さんは売り場のことを売り場って言うと思うんですよね。でもドンキホーテのドンキホーテの社則では売り場って言わないんですよ。あそこ買い場って言うんですよね。だから売り場っていうのは俺らから見ての売り場じゃないですか。でも買い場っていうのはお客様が買う場所じゃないですか。だからドンキホーテはね、普通のスーパーでは売り場って言ってるものを買い場って言葉の統一をするんですよね。そうすることでお客様視点で物の配置であったりとか、そういうものが分かってくるようになるよとかですね。あとコストコとかはまあコストコだけじゃなくてウォールマットとかも大体そうなんだけども、なんでここに入った時にテレビを置いてるんだろうとか、なんでここにこの商品を置いてるんだろう、コンビニに入ったとしてもですね、普通に皆さんは Y を持たずに行き過ぎなんですよ。本当に世の中っていうのはちょっと疑問を持って生きてみるとすごい学べることだらけで、例えばコストコに行って入ります。まず置いてあるのって大体テレビじゃないですか。なんでテレビが置いてあると思います？あんなテレビを買う人なんてそんないませんよね。なんであんなの置いてあるかっていうと、あれアンカリング設定なんですよね。大体スーパーとかそういうところって手前側に高いものを置いて、で奥の方に安いものを置くんですよ。これ電気屋さんとかも一緒なんですよね。そうするとどうなるかっていうと、奥のどんどんどん手前で高い安価を取られてるから、奥に行っても高いって感じなくなるんですよね。だから普通の価格でも売れるようになるんですよ、安売りをせずに。っていうようなことであったりとか、そういうドンキの仕組みであったりとか、例えば高級ホテルのリッツカートンがなんであんなに枠にとらわれない、丁寧な接客できるか。丁寧って言うとみんなは多分しっかりとこうやってお辞儀をしてとかね、そういうものが丁寧って言うかもしれないですけども、リッツカートンがなんでああやって人に寄り添った接客ができるかとか、一言一言がお帰りなさいとか、そういうものに変わっていくかっていうのは、やっぱりそういう細かいところがあるんですよ。で、そういう細かいところに気づかないっていうのがマジでやばいんですよね。例えば僕だったら、僕も焼肉屋やってるんですよ。で、僕の焼肉屋って、まあ、高い方の焼肉屋なんですよね。高級焼肉ラウンジで、ニューヨーク発なんですけど、それが、日本にあると。で、隠し扉になってるんですよ。で、メニューが謎々になってるんですよね。なんでメニューを謎々にするかっていうと、これにも、ただ面白いから謎々にするわけじゃないんですよ。何がっていうと、例えばですよ、皆さんが高級料理屋に行って、そのメニューの説明をされてる時って目の前に料理があるのにうざくないですか？うざいっすよね。で、うざいからこそスタッフは早口で話して、だったらその説明いらねえよみたいな話になるんですよ。そうじゃなくて、謎々にすると、この料理ってどういう意味ですか？これ次の料理って何ですかって聞いてくれるんですよ。聞いてくれたものに対して、従業員さんが、説明する。ね、一方的に説明するとうざいと思われるけども、聞いてくれたから説明してあげてるよっていうような状況を作り出す。っていうのも、
その自分がこれだったら嫌だな、じゃあそれを思ってる人って他にもいるだろうな、で、それをじゃあ試作でやってみようか、あ、じゃあこっちの方がいいねっていう風になるんですよね。そういうことを考えずに生きてるから、いつまで経ってもなんか何なんだろう、みんなの頭の中ってさ、まあみんなってみんなじゃないけど、世の中の人の頭の中ってなんでそんなにここが何にもさ考えずに生きてられるのかって不思議でしょうがないんだよね。気にならないですか、なんであのチーズケーキが、例えば俺高田馬場で昔西武線使ってた時に、なんであのチーズケーキがあれで500円で売れるんだろう、どんぐらい利益が出てんだろうとか、なんでここをさわからない、コンビニだってなんであんな展開できるんだろうとかさ、コンビニも一個一個のすごいですよ、コンビニ一つにして俺24時間テレビ語れますからね。コンビニって入るじゃないですか、奥に必ず飲み物置いてあるじゃないですか、飲み物が手前に置いてないんですよね。なんでだろうって言ったら、必ず飲み物って一番需要が高いから奥まで行くじゃないですか、入る人が多いんですよ、回遊させるためなんですね、とかですね。あとは、売れてるスーパーの横になんであそこにガムとかチョコが置いてあるのか知ってます？知らないですよね、ほとんどの人って。でもなんでチョコ売り場ってお菓子売り場があるのに、なんでレジの横にチョコとかガムが置いてあるの、これに答えられる人ってほとんどいないと思うんですよ。意味わかります？なんでかっていうと、人って思考を使うと疲れるんですよ。で、スーパーで買い物をしてる時って、俺だってね、自分で意識して生きてないんですよ。ほとんど、今日、起きます、歯磨きます、そのまま、服着ます。この時に別に思考が働いてないんですよね。俺らの脳みそって。だから、とりあえず、スーパーに行きます。で、とりあえずなんかブラブラして、あ、これを作ろうかって決めます。で、買い物します。明確にこれと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 これを買うっていうのは、ほんと一部の人間しかやってなくて、ほとんどの僕らっていうのは、スーパーに行ってから買うものを決めたりするんですよ。で、買うものを決めると、そういうことでどうなるかっていうと、疲れてくるんですよ。人って筋肉と一緒なんですよ。俺も筋トレしますけど、筋トレって疲れるじゃないですか。脳も、決断をすればするほど疲れるんですよ、当たり前に。だから俺は服装を毎日ね、同じのしかほぼ着ないですし、もう選びたくないんですよ。で、掃除とかもしたくないんですよ。俺めっちゃ部屋汚いですよ、今。めっちゃ汚いですよ、これ。もう掃除できないんですよ。できないんです、俺は。はい。でも、しないんです。しない。で、なんでかって疲れるんですよ。そう。やりたくないんです。で、今こうやってライブをしてるのも、ただのこういう知識の俺が忘れないようにっていうアウトプットなだけなんですよね。だからそれは皆さんは俺のアウトプットにただ使われてるだけなんですよ。で、まあレジの話戻すと、ここが疲れてくると、ね、レジの横でチョコレートとか甘いものを脳が自然に欲しがるんですよ。だから、ポッて入れちゃうんですよ。で、皆さんは、このガムをなんで入れちゃったんだろう。このチョコをなんで入れちゃったんだろう。多分、無意識にやってますよね。無意識にやりすぎなんですよ。こうやって入れたらなんで、一回めちゃめちゃ簡単なのは、お買い物に行ってください。ね、今日、明日でもいいです。スーパーに行って、買ったものを、一回、家で並べてみてください。なんで俺これ買ったんだっけな。なんでって。そしたら、大体わかるようになっています。この自分の需要をですね。はい。そうですよ。コンビニとかで、まだ言っていいですか？コンビニまだあるわ。だコンビニとかさ、例えば、コーヒーって売ってるじゃないですか。100円のコーヒーって、ほとんどまあ儲からないわけですよね。コンビニって普通高いから儲かるじゃないですか。普通にね、スーパーで買うよりもペットボトル1本にしても全然高いじゃないですか。なんでかってコンビニの売りってコンビニエンスストアっていう通り、便利のストアなんですよ。便利が売り物なんですよね。だから、100メートル先に、牛乳を買いに行きます。100メートル先のスーパーは100円で売ってる。でもこのコンビニは120円だ。でもみんなコンビニ行きますよね、目の前の。なんでか、便利だからですね。だからコンビニの売り物を、なんか物を売ってると思ったら大間違いなんですよ。で、コンビニっていうのは、例えばですよ、なんだろうな、コーヒーだったりとか、そういうよく飲むものっていうのを作り出すんですよ。で、そうすると、来店頻度が上がるじゃないですか。だから、セブンイレブンのコーヒーとかって、コーヒーで儲からなくていいんでしょ。いいんですよ。ホック商材を作ってるか作ってないかですよ。で、このホック商材っていうのがコンビニでいう、コーヒーなんですよね。だコーヒーを求めて来て、で、ちょっと入ったら、あ、これもこれもついで買いっていうのがあるわけじゃないですか。で、これって、すごいいろんなチェーン店であったりとか、大手企業って、このホック商材って必ず持ってるんですよ。必ずです。例えば、マクドナルド。マクドナルドのハンバーガー、普通の飲食店の利益率っていうのは、30% がフードコストぐらいで、ああ、よかったね。
って言うんですよね。で、あとは人件費とか家賃とか入れて、だいたい 10% 20% 残ればまあ素晴らしいねっていうのが飲食店の構造じゃないですか。でも、マクドナルドのハンバーガーって、50% 原価かかるんですよ。意味わかります？あの100円、だから俺らね、皆さん多分ね、中学生とかの頃ってお金なかったから、多分、ハンバーガー一つとか、チーズバーガー一つ、めちゃめちゃ迷惑な客なんですよね。でも、あれじゃ儲からないんですよ。あれを買いに来るからこそ、他の商品とセットで買われるから、フライドポテトっていうのは原価率が10何%だから、こうやって慣らして、まあ 30% ぐらいになるんですよねっていうのがマックの戦略なんですよね。そう。そういうのも分からないじゃないですか。というか、分からないですかね。マックってあんだけ展開してたらなんでこの展開の方法ができるんだろうとか気にならないんですかね。俺は気になっちゃうんですよね。MA で事業を買い取っての、企業はうまくいくと思いますか？そうです。必ず僕はそういうふうにしてますね。あのね、自分で事業を作るのをやめたんですよ。飲食店とか。エステとか美容院とか自分でやるのってめっちゃ大変なんで、だから箱だけ買うんですよ俺が。で、運営の委託会社を大手から委託依頼をするんですよ。意味わかります？だからうちの焼肉屋も全世界で300店舗ぐらいやってる大きいフードチェーンが、うちの委託をしてくれてるんですよ。で、そこが、元々スタバの人が研修をしてたりとか、すごい本当にすごいんですよね、研修制度。あとはその大手がやってるから、その運営を委託するっていう時も、例えば肉の仕入れだって普通の1店舗の仕入れじゃないですよ。300店舗が仕入れてるわけだから安いんですよ、普通に仕入れ力も。ただ全然そうですね、はい、そんな感じでできるようになるんですよね。だからもう買っちゃうことが重要ですね。もうどんどん買ってきゃいいんですよ、もう世の中。だからもうこうやって歩いててなんかアイス買おうみたいな感覚で、あのお店買ってきてとか、そんな感じでどんどんね買ってきちゃいいんですよ。そういうことです。今の切り取らないでね嫌味っぽいからストレッチスクール受けた後の出口戦略は、資格発行か受けた人を採用しようと思うんですけど、どう思いますか？違いますね、違います。世の中っていうのはですね、数値で見せてあげるんですよ。あのね、お客様に目標を持たせてるあの会社がどんぐらいありますかっていう話なんですよね。目標がないと人っていうのは継続しないんですよ。だって目標なしにさ、なんか塾に通えっつったらさ、意味あります？塾通わないですよね。目標なしにプライベートジムに通う、意味あります？目標なしにエステに通う、意味あります？だからリピートしないんですよ。あなたがもしお店をやってるんであれば、お客さんに与えてる目標は何ですか？価値とかじゃないです、目標です。目標は何ですかって問い合わせ、あのジムに通った時にあれっていうのであれば、それは当たり前にリピートしないですよねって話なんですよ。で、もう一つ重要っていうのが、その目標に対しての数値化を無理やりにでもしてあげるってことなんですよ。例えばジムであれば、僕最近サイクリングのね、ペダル、パドル、ペダル、なんかよくわかんないけど、自転車でガーってやるやつね、クランクっていうんですけども、そこに行っていて、そこって予約します。で、終わりましたっていうと、今日は何カロリー、今日は何メートル、今日は何パワー使いましたね。今日は前回よりもこんぐらい成長しました。次回はこれを頑張りましょう。もう少しこれを頑張れば絶対的にこういう風になりますっていうメールが自動で届くんですよ。このメール本当は見せてあげないんですけど、この携帯やってるから見せられないんだけど。こういう風な、ものをできてますかと。で、そんなのさ、LINE でできるんだよね、普通に。そう、それが、大事ですね。あ、ただですね、今俺がデイ1とかデイ3とか YouTube でガーって上げてってますね、毎日毎日。ただ YouTube で上げるのもインスタで上げるのも TikTok で上げるのもあれデイなんとかバラバラにしてるんですよ、わざと。あれこれ続き見たいじゃんって見せないようにしてるんですよ。でも LINE でですね、これ LINE にポチって、お金なんて入れませんよ。 LINE に登録してもらうと、そのデイ1からデイ100とかデイ365まであるんですけど、365のこういう知識がですね、毎日毎日1分以内の動画で送られてくるんですよ。だから本当通勤時間とかもうイヤホンして聞いてるだけで1日1分学べるみたいな、さっき言ったじゃないですか、1個ぐらいなんか学んだことってありますかみたいな、それをですね、やっていくので、もし興味がある方は僕のことをこの後タグ付けしていただくと、タグ付けもね、なんか意味のわかんないタグ付けしないでくださいね。ちゃんとタグ付けする、なんか友達を限定して公開する、それ入りませんから。そうやっていただくと、いつだっけな、7月15日までに、URL が送られてきて、その URL クリックするとその Day 1から1年間僕のが見れるようになります。ぜひそんぐらいでいいかな、もう疲れちゃった。ではめちゃめちゃ楽しいと思った方は、あと LINE が必要な方はぜひタグ付け待ってますということです。さよなら。やりたいことは逃げてない。
理想の未来も逃げてない。逃げているのはいつも自分だった。安定的な企業で安定的に働いて安定的に生活に困ってた。誰だって成功したい。誰だって人生を変えたい。何をやるべきだってことも分かっていた。でも明日やるよと言い続けてだいぶ経った。アイデアがなくて行動してない日々よりアイデアがあって行動していない日々だった。夜中ベッドで素晴らしいビジネスが浮かんでも不思議と次の日に満員電車に揺られていた。だからもう自分の人生に言い訳しない。誰でもどこでもいつでもスリータップで起業、クラウドスタートアップ。